J リーグが25年シーズンから制限する1シーズンあたりの各クラブのレンタル移籍数を当初の8から10に急遽変更したことが18日分かった。複数の J クラブによれば8人の決定に対し東京 V などの複数クラブが反発。17日夜に各クラブに変更が伝えられたという。最終的に各クラブがシーズン中に他クラブにレンタルで出せる選手。 自チームに迎え入れる選手の人数は10で落ち着いたようだ。21歳未満とホームグローン選手は制限が免除される。